ワクチンはそもそもどういうものですか。ワクチンを接種すると感染しなくなりますか。ワクチンはですね、どういうものかっていうと、まあ、人類考えていただきたいんですよね。人間ってこれまで太古からですね、たくさん本当にまあ、イニシエからすごくたくさんの感染症があったわけですよね。ただ人類っていうのは今日まで生き延びてるんです。感染症で絶滅してない。なぜかというと、そこには実は免疫というですね、人間が持っている機能があるわけですよね。これはもう一度感染した場合には速やかにその免疫が記憶をしていて、一度かかってもですね、もう一度来た時にはそれを排除できるということでありまして、これがすごく人間人類というものは生きてきた一つの大きなシステムなんですね。で、ただ一番最初かかった時にはもちろんその感染をして重症になって、あるいは死亡するっていう人も出てきますから、そうではなくて同じようなこの免疫機能の立ち上げっていうのを生物に実際感染しなくてやってしまうというのがこのワクチンの発想です。それは体の中には自分とそれから非自己、要するに外来から入ってきたものを見分けるっていうですね、これが免疫の一つの機能なんですけど、そうするとこの非自己を退治していく、そういう機能を持っているものですから、そして一度感染した場合にはそれを覚えていて速やかに排除できるようになると、こういうシステムなんですね。ですのでこのワクチンのっていうのはその外来生物の一部をですね、これを使って人間にですね、外から外来物がやってきたっていうのと同じ反応をさせるってことですね。そうすると、その免疫が立ち上がって本当に来た時にですね、撃退できるってことですね。一部を使って疑似的に感染の撃退を一度練習させておいて、そして免疫がついた状況で、本当に来た時にはそれを排除できるということをやってるのがこのワクチンなんですね。ワクチンを接種すると感染しなくなるか、感染を完全に抑えるっていうこともあります。いくつかのワクチンについてはですね。ただ多くのワクチン、これ例えばインフルエンザなんかを考えていただければよく皆さん分かると思うんですけども、感染はするけれども症状が重くならないっていうタイプの方のワクチンの方が実は多いですね。主な効果としては、重症化をしない、それから、症状が出ない、そういう軽症2のワクチンになってしまう、あるいは一番強いワクチンでありますと感染を完全に抑制してしまう、そういうのがありまして、多くのワクチンは重症化しないというところの効果を狙っているということであります。